自由民主党の公約は政権公約と言っておりますが、日本を取り戻すということであります。まずは震災復興、復興をする、そして経済を取り戻す。これは長い間のデフレ円高に基づく不況、これから脱却するということであります。そして教育を取り戻す。日本の若者の教育は戦後非常に大きな問題を抱えているわけですが、この教育を再生するということであります。そして外交を取り戻す。外交関係が極めて弱いこの3年間、大きな悪影響を生じました。日米安保条約が揺らぎ、そのことで北方領土、竹島、尖閣といった大きな問題が発生しているわけで、この外交の強い姿勢を取り戻すということが大事であります。それから安心を取り戻す。これは社会保障、財政、やはり消費税増税をしなければ社会保障のための予算が確保できない。このことは非常に今の日本の制約要因になっておりますので、この消費税 8%、10% への増税をお願いしていかなければならない。まあ、こういったことが公約でございますが、特にここで強調したいのはですね、最近15年間も経済のデフレ、縮小が続いて不況が長引いております。中小企業にも大きな影響があります。したがってこれを脱却していかなきゃいけないということで、もっと投資を進めるために金融面でもですね、大きく日銀を中心といたしまして、緩和をしていかなきゃいけない。そのことによって円高を円安傾向に持っていくと同時に、緩やかな成長を取り戻さなければならないと考えておりまして、そのためには金融政策が最も大事だと。単なる公共事業その他の財政出動で伸びるということには限界がありますので、そのことをですね、我々は強く主張しているわけであります。一部の人が批判をして、日銀にそういう圧力をかけるとインフレがまた起きるんじゃないかって、古いことを言っておりますけど、もうデフレがこれだけ続いているわけですから、インフレが起こるなんてことはですね、到底考えられない。いろんな微調整はもちろんするけれども、財政出動、金融出動をしていかなければならないと思います。